皆さんこんにちは。今日は毎日使いできるピーチメイクをやってみました。ナチュラルで華やかだけど可愛らしくも大人っぽくもしてくれるような感じにしてます。かなり万能かなと思いますで、毎日使いなのでマスクメイクにもね使えるようなベースメイクにしたりとか、伊達メガネをかけても可愛くなるような感じにしてます。こんな感じでメガネをかけても可愛くなれるようなメイクにしてみましたで、髪型もちょっと変えてみたりとかして日常に取り入れやすいようなメイクにしてみました。こちらもかなり気に入っているのでぜひチェックしてみてください。それではスタート。はい、今日もねパックをしてます。またメディヒールを使ってます。3分でね終わらせられるので、メイク前とか朝の時間とかねすごい楽です。これで、このブラックが引き締まる感じもあってすごく気に入ってますね。で、今ねこれ使ってるので最後なので、また買ってこようと思います。これはリピありです。で、もうね3分以上経ってるのでこちら取ります。はい、こんな感じでしっかり潤いました。これね本当に気に入ってます。そしたら下地は D プログラムを使います。安定の D プログラム、これでまずね保護をしていきます。で、そしたら今日はメイベリンを使っていきます。なんかね久しぶりにちゃんとファンデーションを塗る気がする。最近は肌が痒かったのでファンデーションを塗ってなかったんですよね。で、今日は2色混ぜて使っていきます。痒みが収まってきたからちょっと普通にメイクしようかなっていう気持ちになってきました。本当にね収まってきたんですよ。めっちゃ嬉しい。あとは唇のザラザラというかヒリヒリ感とかだけですね。で、スポンジで伸ばしていきます。これねすごく久しぶりに使うんですけど、スポンジもそろそろ変えようと思って、結構長く使ってるからちょっと衛生的にどうなのかなと思って使ってたやつは今ね全部取り替えたんですよ。で、家にあって新しい綺麗なやつを使ってます。そうだからね今新しいスポンジがあんまり今ないです、家に。ちょっと新しいの買おうかなと思って、で今まではビューティーブレンダーとか使ってたんですけど、あの黒いやつ、それじゃなくてなんか違う新しいの買おうかなと思ってます。今忘れた先にナーズを使おうと思ったんですけど忘れちゃった今、うっかり。今日は普通のコンシーラーを使おうかな忘れてしまった。今日はニックスを使っていきます。これねすごく好きなんですけど、ニックス自体が撤退してしまったので店頭ではちょっと買えないんですけど、これすごく気に入ってます。ナチュラルなのにねしっかりカバーしてくれてお気に入りです。で、ここに赤みがあるのでここもつけます。で、パウダーはマックを使っていきます。これもすごくお気に入りです。夏のねマスク生活にはすごくいいと思います。こんな感じの白っぽいねパウダーなんですけど、サラサラにしてくれてフィットしてくれるので崩れにくくねなります。こういうねサラサラなパウダーすごい好きです。なんか白いんですけど透明っていう感じですね。ほとんど色がつかないです。急に暑くなったりとかしてるから汗かきますよね。だから余計に蒸れが気になっちゃう。マスクのこういうのは崩れ防止とかにもいいし、メイク直しとかにもすごいいいと思います。こういう透明のプレストタイプもあるから、そういうのをなんか持ち歩いたりとかするとメイク直ししやすいと思いますね。ロレアルとかナーズとかでありますよね。そうだ、ロレアルも
撤退するんですよね。そうだ、今年いっぱいだ。忘れてた。もう本当に悲しい。すごいショックです、私は。そのロレアルの白っぽいね、プレストタイプの透明のパウダー、すごくおすすめです。で、眉毛は今日はこちら使うんですけど、今日はちょっとピーチメイクなので、この明るい方で描いてから、この真ん中のね、くすみピンクを重ねていきたいと思います。はい、こんな感じでちょっとね、赤みを足してみました。で、眉マスカラもします。はい、眉毛はこんな感じです。そしたら今日はまたビセアバーの新色を使っていきます。で、その前にまたこちらのアイブロウパウダーを使ってピンクみを足していこうかなと思います。この眉毛に使った2色を混ぜて全体に薄めにのせていきます。はい、こんな感じです。やっぱこれ可愛いですよね。で、今日はこっちのカラーもね、使っていきたいと思います。さっきね、アイブロウで使ったブラシでラインをね、引いていきます。一回仕込みます。で、そしたらこちらを使います。ビセアバンのシングルアイカラーの55番、これを二重幅に乗せていきます。これもめっちゃ可愛いんですよ。で、めちゃくちゃ使いやすいカラーです。はい、もう可愛いこれ。すごい好き。濃すぎないブラウンの中に、あの多色のラメがね、たっぷり入ってるんですよ。それがね、すごくキラキラして、あの華やかにね、してくれます。で、思ったよりアイラインは消えてないんですけど、一応ね、上からなぞっていきます。で、そしたらラメをもう一個使います。これね、めちゃくちゃ久しぶりに使います。クリオのプロシングルシャドウの G10番、パールフェクション。これね、すごく大人気なラメだと思います。これを下まぶたの目頭側にのせます。これやっぱめっちゃ綺麗ですよね。すごいキラキラする、うるつやになりますね。そしたらビューラーします。で、アイラインはアイシャドウで描いてるので、インラインだけね、描いていきます。ちょっと控えめにしました。下ラインも引いてないし、あの締め色もね、下には使ってないので、ちょっとナチュラルな感じですね。はい、こんな感じです。そしたらマスカラをします。はい、アイメイク完成しました。今回は色味を濃くしてないので、ナチュラルな感じです。で、ブロンザーはマックを使っていきます。今日はこれで、ふんわりね、のせていこうと思います。今日はなんか全体的にちょっとナチュラルな感じですね。ナチュラルだけど華やかで盛れるみたいな感じを今日は目指してます。そういうのが本当いいですよね、毎日メイクするには。カラーメイクとかも楽しいんですけど、簡単でナチュラルで盛れるのが一番いいかもしれない。で、そしたら今日はね、クリームチークを使っていきます。これもね、すごく久しぶりに使うんですけど、ディアダリアのこの小さいパレットをね、使っていきます。こっちが
クリームチーク&リップになっていて、こっちがねアイシャドウになってます。で、私のはこっち側がめちゃくちゃ硬いんですよ。なんか爪が折れそうになるぐらい硬いので今日は開けません。そして中がねもうボロボロなので、開けたらちょっと飛び散るので開けません。で、今日はこれをチークに使っていこうと思います。このカラーほんと大好きなんですよね。淡いけどくすんでるコーラルピンク、ピンクベージュみたいな感じのカラーです。これがめちゃくちゃ好きです。で、これをこんな感じでちょっと高めのところにねトン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 とつけていきます。これはチークにも使える感じなのでベタつかないですね。これね、リップに使うのもすっごく好きです。こういうカラーね、ほんと大好きなんですよね。かわいい。で、ハイライトはね、ちょっと今迷っていて、この2つのどっちかにしようと思ってます。両方とも MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュなんですけど、こっちがショーゴールドで、ちょっとねピンクっぽいカラーのラメが入ってます。で、こっちがダブルグリーム、すごく馴染みのいいカラーですね。で、両方ともラメ感がすごいキラキラしていて、ツヤンピカンってしてくれるからすっごく好きなんですよ。で、今日はちょっとねピンク味があるやつを使ってみようかなって思って今迷っています。ちなみに手に出してみるとこんな感じです。こっちはベージュ系のカラーですごくキラキラしてるような感じで、こっちはピンクっぽいベージュっぽいベースの中にピンクのラメがたっぷり入ってるような感じです。ちょっとね角度によってピンクさが出てくるような感じですよね。今日はピーチなメイクなので、ちょっとこっちのピンクラメが入ってる方を使っていきます。結構角度によって違いますよね。で、いつもはブラシでねつけてるんですけど、今日は指でポンポンつけていこうと思います。はい、つけてみました。実際顔につけるとそこまでピンク感が強くない気がします。やっぱ角度によってはピンクっぽくはなるんですけど、がっつりピンクっていう感じでもない。まあ、でもこの鼻のところにのせるのがちょっとピンクっぽく見えるから、少しいつもと違う感じのハイライトかなって思いました。いや、でもねこれすごく馴染みのいい感じだから使いやすいかも。あんまり使ってこなかったけど、やっぱ可愛いわこれいい感じで、今日のリップはビセアバンです。私の大好きなリップ、ビセアバンのリップスティックのクリーミーマットの102番、こちらのピーチカラーを使っていきます。一回ティッシュオフをします。あ、めっちゃ可愛い。このなんか柔らかいマットな感じ大好きで、ちょっとだけ重ねます。うん、いい感じです。はい、ということでメイク完成しました。はい、ということで今回は毎日使いできるピーチメイクをやってみました。ナチュラルだけど華やかに可愛らしく大人っぽく見せてくれるようなメイクにしてます。で、今回は伊達メガネにもね合うような感じにしました。こんな感じです。なんかメガネメイクみたいな感じのメイクがしたくって、今回はねこういうピーチメイクにしたんですけど、かなり気に入ってますで、ちょっとこういつもと雰囲気違うような感じでプチお団子をしてみました。で、マスクメイクにもね使えるようなベースメイクになっているので、ぜひやってみてください。とってもおすすめです。ということで今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。